失われた世代、失われた世代、ロストジェネレーション、ロストジェネレーションとは、文学史における、失われた世代、A、ロストジェネレーションは、1920年代から1930年代に活躍したアメリカ合衆国の小説家を指す語である。講義では、欧米諸国で20代の時に第一次大戦に、遭遇して、従来の価値観に会議的になった世代も指す。 青年で見ると、1880年代中期から1890年代までに生まれた世代とされる。ロストジェネレーションという言葉は、第一次大戦後の1920年代にパリに滞在していたアーネスト・ヘミングウェイに対し、ガートルード・スタインが投げかけたセリフ、ヨーアレオール、エーロストジェネレーション、あなたたちは皆、失われた、世代なのよ、に由来し、 酒や凶楽に溺れる、自堕落な世代を意味していた。ヘミングウェイがこのセリフを、日はまた昇るのエピグラフに引用し広く知られるようになった。第一次世界大戦後の当時、アーネスト・ヘミングウェイ、シャーウッド・アンダーソン、ジョン・ド・スパソス、画家の、シェイクスピア書店主のシルビア・ビーチ、詩人では、E.E. イーイーカミングス、エズラ・パウンド、批評家では、 マルカム・カーリーそしてスタイン自身など、パリで生活したアメリカ人の一軍がいた。カイ・スコット・フィッツジェラルドもこの頃パリに旅行し、スタインだと交友を持った。ヘミングウェイの、日はまた昇る、1926年やフィッツジェラルド、グレート・ギャツビー、1925年などの作品は、ロスト・ジェネレーションの文学と呼ばれた。ひいては、文学だけでなく、 第一次大戦後に青年期を迎えたアメリカ人も指すようになった。ロストという語は、失ったという意味を持つ一方で、迷子の行き場のないという意味も持つ。ロストジェネレーションは、失われた世代と訳されるが、迷子世代、迷える世代と訳される場合もある。この世代が第一次大戦により、旧来の価値観に対する動揺や、戦死といった災下に襲われた経験もまた、 ロストジェネレーションという豪運だ背景になっている。ヨーロッパではロストジェネレーションは1914年世代とも呼ばれている。1914年は第一次世界大戦の始まった年。フランスでは炎の世代とも呼ばれている。ロストジェネレーションの人々は第一次大戦における大量の犠牲により、親世代が持つビクトリア期のモラルに対して冷笑的に、 なったとされる。また、第一次大戦に遭遇したがゆえに、社会と規制の価値観に絶望し、その中で生きる指針を失い、社会の中で迷った世代である。どの世代の例に漏れず、この例に該当するものとが該当しないものの双方が存在した。ロストジェネレーションは、20代の青年期を第一次大戦に蹂躙され、戦死したり、生き残ったが、 社会生活に支障を来たす負傷をした者も多い。40代にあたる1930年代には世界恐慌に遭遇し、50代を第二次大戦に蹂躙されるという貧乏くじ世代であったとも言える。ロストジェネレーションの子供世代はビートジェネレーションと呼ばれており、純粋なアメリカ文化と言われるジャズが花開いた時代、ジャズベージに9歳までの時期を過ごしたが、10代の 少年期を世界恐慌に蹂躙され、20代の青年期を第二次大戦に蹂躙されるという、これまた貧乏くじ世代であったとも言える。ロストジェネレーションの人々の中には、当時のアメリカ文化がヨーロッパに存在する文明性を書いていると考えた者もいた。彼らは、ローリング、トゥエンティーズと呼ばれる後継期にはいたアメリカを後にして、その時間の多くをヨーロッパ、中でも、 パリを中心に生活していた。この期間に生み出された文学作品の中に、後にアメリカ文学における傑作と目される作品も多い。1883年から1900年生まれの人物の例を以下に挙げる。代表的な文学作品には次のようなものが挙げられる。この時代に誕生したアメリカ大統領は次の二人である。この世代に誕生した政治家は、 1937年から1953年にかけて合衆国議会会,会員で、1943年から1959年には上院で、そして1941年から1967年まではアメリカ合衆国最高裁判所で多数派を形成した。 1880年代中期から1890年代まで、1883年から1900年に生まれた世代は、第一次世界大戦に遭遇した世代でもある。日本で言えば、おおむね、明治10年代後半から明治20年代までの、生まれ、188年から1896年生まれ、が、この世代に該当する。子供世代は、 おおむね1910年代から1920年代の生まれにあたり、世界恐慌と第二次世界大戦に遭遇した世代である。孫世代はおおむね1940年代から1950年代の生まれであり、第二次世界大戦の最中か終結直後に生まれた世代である。ひ世代は概ね年代から年代の生まれであり、 1990年代のアメリカニゼーションと呼ばれるグローバル資本主義や世界的境に遭遇し、日本でロストジェネレーションと呼ばれているプレカリアートが世界的にも多い世代である。以下に挙げるように、この1880年代中期から1890年代に生まれた人々には第二次大戦を引き起こしたり関与した政治家が非常に多いが、 彼らの経験が第一次大戦に根ざしていることは言うまでもいい。ジョージ六世、小介席、毛沢東、このエフミマロ、東条秀樹、石橋丹山、岸信介、ベニート、ムッソリーニ、アドルフ・ヒトラー、チャールズ・チャップリン、シャルル・ド・ゴール、ホーチミン、アントニオ・サラザール、クビスリング、ニキータ・フルシチョフ、ナジー・ムレ、ヤン・マサリク、パウロ六世、ハイレ・セラシエ一世、 ヘルマン・ゲイリング、エルヴィン・ロンメル、ゲオルギー・ジューコフ、バーナード・モント・ゴメリー、ルイス・マウント・バッテン、J.R.R. トールキン、ロバート・グレーブス、エイリヒ・ヒマリアル・マルク、アクタガワ・リュウノスケ、フランツ・カフカ、オルダス・ハクスリー、谷崎・純一郎、ボリス・パステルナーク、ルカーチ・チジェルジ、アントニオ・グラムシ、マックス・ホルクハイマー、フリッツ・ラング、マルク・シャガール、ジョアン・ミロ、セルゲイ・プロコフィエフ、 ディエゴ・リベラ、ルートビヒ・ビ・ヒウィイトゲンシュタイン、マルティ・ハイデッカー、ワツジ・テツローなどである。1990年代に、南アフリカやラテンアメリカ、インド・イラク・フランス・オーストラリアの教育を受けていない、ロスト・ジェネレーションが、武装死強盗や強姦を繰り返すことが、世界的な社会問題となった。スタインが、You are all, A Lost Generation と述べた時と同様に、 自堕落な世代というニュアンスで用いられている。アメリカでは1990年代にドラッグに溺れ略奪や殺人などを繰り返す新たな失われた世代に悩まされ文字の読み書きを教え労働へ導くべきだという議論が繰り返された。一方、日本でも2000年代に入り一部のメディアを中心にバブル崩壊後の就職氷河期世代に対して 失われた世代という語が使われるようになったが、アメリカの上記のケースとはニュアンスがかなり異なるため、日本国外で話をするときには十分な説明を要する。労働問題に起因している点は同様であるが、日本国外で、ロストジェネレーションといえば、殺人強盗集団のような暴力的な青年のイメージがある。日本では必ずしも暴力的な集団を指しているわけではない。 日本の失われた世代はおおむね段階ジュニアと呼ばれる世代、1971年から1974年生まれに該当し、アメリカではジェネレーション Y と呼ばれる世代に該当する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。